よーし、行きます。とりあえずは最深部目指していこう。敵はどうしようかな、戦いながら。ある程度戦いながら行こうかな。ある程度ね。まあ、ここまで来る道中もそこそこ敵と戦ってきたんだけど、二人とも、ターゲットじゃねえや、行動どうなってるか。あ、2まで貯めれる。オッケー。これセッティングしといて、こっち1までか。まあいいや、とりあえず1まで行って。またボス戦前とかで、設定変えようかな。はい。で、両サイドは確か、全然、ああ、遅い。遅くなっちゃった。両サイドは確かね、全然、意味なかったから、とりあえず真ん中の扉開けようか。よいしょ。いやー、これ、遠距離攻撃の方が当たるかな、これ。飛んでて全然当たんないんだよね、攻撃。ほら、ダメだ。当たらんわ。いいや、もうじゃあ、ゾンビ倒しちゃったら、もう行っちゃおうぜ、これ。ほら、よし、行こう。あー、こいつら強いんだよね。前回動画でもちょっと喋ったけど。OK。よいしょ。はい。もう、ボッコボコに、三味一体の格闘術だよな、これ、完全に。よいしょ。ほら、道中長かった気がしましたよ。はい。ついてきて。あー、ちょっと待って。サンサがやばいぞ。なるべく MP 使わないようにして、道中は雨でなんとかする。で、ボス戦だったら、地域の魔法で全体回復入れて戦っていくって感じで、よろしい？という感じでよろしいかな？まだ2か。あ、1か。多分、ちょっと三三が2だったよね。確かね、前回動画では。2まで貯めれたから、ちょっとそこまでは持っていきたいな。よいしょ。ちょっと貯めようか。貯めてドーンみたいな。貯めてドーン。届かない。あ、届いてんのかな。時間差でダメージ食らってんのかな。ちょっとよくわかんないですね。よいしょ。 OK。 いいね。またお前かいっていうね。よいしょ。届いてねえな。全然届いてねえ。はるか手前みたいな。ホームベース5メーター前でタッチアウトみたいな。そんな感じよ。よいしょ。あのスライディング下手な人ってよく5メーター手前で止まるんだよね。よいしょ。草野球あるあるなんだけど。よいしょ。スライディングもやっぱね、練習しないとダメっすね。ほら、まあ、それはどうでもいいとしてだな。オッケー。2まで、オッケー。よし。ちょっと待って、食らったな。結構食らったな。飴食っとこうか。このゾンビ倒したらもう行くぞ、これ。行くぞ。くわー、もう、ダメージがでかい。魔法はダメージがでかい。さあ、行くよ。もう行くよ。
行くよ。こいつ倒そう。よいしょら。ゼロだな。いやー、二段階まで貯めた方がいいのかな。あー、ナイス。二段階まで貯めた方がいいのかな。よいしょっと、ほら。あんま効いてないね。まあいいや。よいしょ。オッケーオッケー、レベルアップした。レベルアップして回復なったから。まあ、オッケーオッケー。2まで貯めて、よいしょ。これってただ単純に、ためのやつ、ためが長くなればなるほどやっぱ強くなるかな。どうなんすかね。まあ、それだけ待たされるから、強くないとさすがに、あれだよね。使う気が起きねえよな。まあ、いいや。さあ、今度こそちょっとね、勝ちたいよね。だからデモンズウォール化するあの条件っていうのがいまいちよくまだ分かってないんだけど、まあなんとかどんな形でもいいんで、ゴリ押しでも何でもいいから倒せりゃいいんですけどね。分からんけどね。 HP 残り HP であのデモンズウォール化するのか、はたまた両目が潰されるとデモンズウォール化するのかって感じだけど、いやもうちょっと突破しよう。ついてこい、ついてこい、来い来い来い、いいから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 来い。よし、オッケーオッケー、来たかな。あ、来たね。オッケー、雨食っとこうか。ここ、まあまだいいっちゃいいけど、出し惜しみなしで使っちゃいます。ちょっともったいないけど、よし行こう。よっしゃ、今度こそ勝ちしてな。魔法を使おうか。三叉の魔法をまず打ってみて、で治癒器のね、魔法剣的なやつ、あれも使ってみたいんだけど、やっぱり治癒器は回復に MP を使いたいので、まあとりあえずそういう感じでいこうかな。サンサの魔法で額の真ん中の目を狙っていくみたいな。これで効果がなかったらまたちょっと考えるか。なるべく攻略は見たくないですね。あー、まだ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 、目開いた瞬間とか、ちょっと待ってね。これで行ってみますか。フリーズ、ここ食らうかな。ヒールウォーター152139、はいはいはい、入った入った入った、入りました。はい、もう一丁135。これ目開いてるとか開かねえとか関係ないのかな。よいしょ、パッと、ごめんなさい、ちょっとパソコンの処理が重くなってるけど、うわー食らうね。あー、やっぱ目開いたタイミングじゃないとダメなのかな。どうなのよ。あー、そうでもねえな。そうでもねえな。そうでもないっすね。目が開いた時じゃなきゃダメなんてことはないのか？多分。よいしょ。どうなんだろうね。とりあえず真ん中だけ狙っていこうか。たまれたまれたまれ、たまってたまって、よいしょ。
って感じだな。よいしょ。とりあえず全 MP を魔法で撃ってしまいたいよね。食らうときと、いやどうなんだろう、魔法はいつでも食らうって感じ、物理は目開いたときじゃないとダメとかそういう感じなのかな。って感じだよね。だな、なんかそれっぽいな。ヒルオタずるい。目開けろ。開けた瞬間、いやね、開けた瞬間狙うのまだ難しいね、これね。やばい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 。雨食っとこうか。雨あと1個ぐらい残ってると思うけど。OK。いや、ヒルオタ、ちょっと待って、ずるくね？いや、こっちも使ってるけどさ。あー結構ら、ほら。さあちょっと治癒機の HP を気にしつつって感じだよね。食らってない。今のタイミングはダメなのか、今のタイミングじゃダメなのか。くそー、勝った手に右目が潰れた。右目特に攻撃したわけじゃないけど、なんか右目も食らう時もあんだよね。真ん中攻撃してるけど、ほら、いやーちょっとこれどうなってんのよこれ。やべ、三叉落ちる、三叉が落ちる。雨はもうない。ヒールウォーター使うか、サンサに使ってやるか。ためてためて、いやーうまくいかねえ、うまくいかねえ、くそー。攻撃したいタイミングでまた、うわ食らってねえな。だったらもう通常攻撃で自分の打ちたい時に打つみたいな、こっちの方よくね、こっちの方がコンスタントにダメージ出せるっていうか、こっちの方いいっすよね。ほら、いやでもねこれね、ヒールウォーター来るとあれなんだよね、一気に回復されちゃうから。さあ、治癒機がやばいよ。くそー、ダメだ、ダメだ。いやーもうヒールウォーター連打されて、ちょっと今まで与えたダメージが全くもって無駄って感じだよなー。いやー勝てねえぞこれ。何回も生き返しやがって、本当によ。ほら、くそ、ほら食らってる食らってる。あんまり詰めすぎでもダメなんだね、距離ね。ほら、オッケーオッケー。やっぱり真ん中の目が閉じてるとき攻撃すれば右か左どっちかにダメージ、ああ残差が落ちた。くそー、いや厳しいなこれ、なんか戦いにくい、なんか戦いにくいっすよ。ほら、ちょっと待って、治癒機右目いけね。よっしゃ、ほら、のろくなった、知らねえな。ちょっと動いて動いて、君たち動いて。まあ
たヒールウォーター使ってら。君たちがね、動いてくれないと、指示待ちダメだって言ったでしょ。ほら。くそ。うわぁ、もうこれ。もう無限地獄これ。完全、ちょっとずるくないっすか。ヒールウォーター無限に使ってきやがってこいつ、ほんとに。いや、今のも食らってねえしな。今のタイミング。もうこれ、ほぼほぼ前回まで回復したんじゃないこれ。じゃあ、やっぱりこれ目つぶさなきゃダメなのか。あれ、でも今、左、右目狙ったらダメージ食らってよな。あ、よくわかんねえな。え、来た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 来ました来ました。来ましたよ。当たんねえ。当たんねえ。よいしょ。やっぱ目つぶさなきゃダメなのか、先に。右目、左目。真ん中だけ狙った結果、なんか、あれだよね。時間かかりましたもんね。そういうことなのかな。これ普通に攻撃した方、あ、止まった？あ、止まってない。あ、オッケー、ギリギリ仲間に救われた。よくわかってないけど、なんとか倒せたわ。多分そうだね。あの、なんかね、真ん中の目狙った時、なんか右目にダメージいったり、左目にダメージいったり、なんか下から、どうなんかな。まずだから右目左目潰さなきゃダメだったんだろうな。おお、なるほど、聖剣の勇者だったのか。これは面白い。しかしこの程度で聖剣の勇者とは、ふっふっふ、聖剣の神話もたかが知れたな。まあ今回は私の負けということにしてやろうだ。こいつらもらっていくぞ。待ちなさい、さらば明智くん、リラック、パメラ。行っちゃったね。はぁ、また会おう。完全なる脇役じゃねえや。悪役のセリフ。これ、元に戻った？おう、私は一体何をしていたんだ。スマヌが城に報告してくれ。いや、自分で報告してくれよ。ここは一体どこだ？外部の人間ですから、こっちは。おや、ちゆきちゃん、ありゃ、ここはどこじゃ。うちのパメラは連れて行かれちゃったよ。あ、ジェマいた。ウイチオカ、隙をつかれてしまった、すまん。タナトスは帝国皇帝直属の四天王の一人、奴が直に来るとは。しかしなぜこんな手の込んだことをするのだろうか。いつもの帝国のやり方とは違う。はい。帝国の狙いはマナ神殿の趣旨の封印を解くことにあるはず。タナトスの狙いは一体。なんで狙いってカタカナなんだ、これ。だが奴がいたということは、本体がこの地方へ到着するのも時間の問題だろう。何か胸騒ぎがする。ルカ様の元へ戻りなさい。私は地底神殿。お前大丈夫か、お前一人で行動して。まあいいか、じゃあ戻るか。とりあえずはミッション達成ってことで、はい。かなり強引でしたけど、まあまあまあ、これもありでしょう。かなりギリギリだったけどね。じゃあ、あ、違う。アイテムも一回補充して、水の神殿戻ったら終わろうかな。基本、水の神殿がなんかこう、あれだよね、本拠地みたいな感じで展開されてるけど。はい。これじゃあ4つ買おうか。OK。で、聖杯も買っとこう。オッケー。聖杯は1個しか使わなかった。オッケー。よし、行こう。あ、ちょっと待って。弓だっけ？弓のレベル上がったんだよな。弓のレベルっていうか武器レベル？だから多分まだ強化できると思うんだけど、どうしようかね。まあいいや、とりあえず水の神殿先だな。水の神殿まで行けばまた大砲
大砲乗ってあれだよね、地底神殿行けるだろうし、まずは水の神殿ルカ様に報告だ。よいしょ、これ上行けたんじゃない、これ OKOKOK、 ショートカット、へい、ショートカット OK、 ナイス、へい、いやー、まあこの辺的はなんかあれだっすね、なんか楽勝に戦えるようにはなってきた。いやー、ここに来てね、仲間の存在をこうあれだね、大事だなっていうね、足でまといだなんて言っちゃったけどね、最初の方は。ここに来てようやくこうチームになってきたんじゃない、家族になってきた。合宿を通して家族になるんだ、これ。この3人は。OK。最高。さあ、多分また次のミッション与えられると思うけど。はい。はい、どうぞ。大変じゃ、何者かに水の種子が。あなたずっとここいたんじゃないの？天口から見て英国の仕業ではないようじゃが、ウンディーネの結界が弱まった時に誰かが忍び込んでおったのじゃろう。諸子が悪人の手に渡っては大変なことになる。急いで取り返してきておくれ。ちょっと誰かわかんないしね。ちょっとま、待てよ。見えたぞ。ガイアのへそのさ、へそのさらに奥深いところに諸子はある。はい。じゃあまた結局、あれ？セーブしてくれないの？あれ？セーブしてくれないの？セーブはしてくれないみたいですね。じゃあもう一回ガイアのへそ行かなきゃいけないから。どうしようかな。じゃあここでセーブできないから、ガイアのへそ行くか。ガイアのへそ行って、セーブして終わるか。地底神殿行くんでしょ、多分。ジェマの後を追う形になるのかな。まあ、そうだよね、多分ね。あれ？あれ？大砲屋ってどこだったっけ？妖魔の森、妖魔の森から、あれ違うな。まあいいか。まあ歩いても大した距離じゃないんで、まあいいっちゃいいんだけど。いまいちね、その大砲屋の位置とかも把握しないからね。ちゃんと覚えろって話なんだけど。水の神殿、ポトス村、ポトス村に、まあいいか。パンドーラ行って、パンドーラに行きまして、ほい、オッケー。お多分ドロップだよな。あ、オッケー。まあ一応倒していく。はい、タイミングをしっかり合わせて、よいしょ。こっちだ。あ、音楽変わった。オッケーオッケー。なんだか夢を見ていたようだ。はい、なんか、情報とかもらえたりするかな。いや、でも目的地今ちゃんと判明してるからね。まあ、無理して情報仕入れなくても
って感じなのかな。まあいいか。とりあえずは地底神殿目指していく形だね。よいしょ、行こう。えい。えい。あ、くそ。なんか、100% まで貯めて攻撃かわされると、ちょっと、あれだよな。悔しいよね。オッケー。よし。適当にやっつけてくれ。適当にやっつけてくれ。オッケー。こっちこっちこっち。あれ、大砲屋で、大砲屋でさ、地底神殿までは行けなかったんだっけ？あ、まあ、妖魔の森行って、すぐ南に南下していってもいいんだろうけど、どういうルートが最短なのかな。まあその辺もちょっといまいちわからないんで、試しながら、いろいろ試しながら行かなきゃダメかな。よいしょ、これなんだろう。これもドロップか毒消しそうか。あ、お金だ。しょぼいな。お金持ってねえな。よいしょ。パチンコ帰りかなこいつ。オッケー。金持ってないからね。はい。ガイアのへそをキッパー。オッケーオッケーオッケー。よし。ちょっとここ敵と戦わないで最短で行きますわ、ここ。ちょっと駆け抜けましょう、ここ。駆け抜ける駆け抜ける。あー、ダメだ、引っかかってる。この辺ちょっとちゃんと考えてほしいですね。まあこの当時の AI はこんなもんだったのかな。さあ、ついてこい。うわー、おい、来いよ。こっちこっちこっち。よいしょ。さあ、こっちだ、来い。ダメだね。やっぱ敵に接近したがんのかな。そういう行動パターンにしてるから。そうかもしれないね。来い来い来い。とにかくついて来い。俺について来い。よっしゃ。オッケー。さあ、もう目の前だぞ。うわー、怖い。引っかかってる。怖い。よしよしよし。オッケーオッケー。さあ、来い。よーし、着いた。まあ、ちょうどいいっすね、尺的にも。よっしゃ、戻ってきた。じゃ、強化、武器強化して、これ。はい。はい、鉄の弓、いいじゃない。いいじゃない。弓装備させたいね。弓装備。チャクラムもいいけど、弓。あれ？これ。オッケー。よっしゃ、じゃあ今回ここまでにしようか。次回、もう一回地底神殿行くのかな？セーブだけでいいよね。地底神殿行って、どうなんだろう。ジェマの後追うのかどうなのかわからんけど。はい。まあそんな展開になるでしょう。よし、じゃあ今回はとりあえずここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。